溢れ出した涙はそっと澄み切った夜空の向こう、こぼれ落ちて願いになる、また会えると信じて。全滅しちゃいましたが、ちょっとですね、装備というか準備が足りなかったので、はいはい、全滅しないようにキャラクターを強化していきたいと思います。強化ってどうやってやるんですか？今このアイテム画面から、はい、ルーンっていうのを見てます。はい、ルーンっていうのがキャラクターに、装備、エンチャントと呼んでるんですが、はい、エンチャントできるアビリティになってます。はい、特殊効果ですね。このルーンを武器とか防具にエンチャントすることで、そのキャラクターがバトル中に特殊な、はい、能力を発動することができます。例えばこれクリティカルって書いてあるんですが、はい、このクリティカルをリョーマが装備しているバサルトブレードっていう武器にエンチャントする、はい、こうするとバトル中に一定の確率でクリティカル攻撃が発動するんですね。なるほど。この4とか3とかっていうのは何ですか？これはですね、最大で10回エンチャントができるんですけれども、今これスナイプ4っていうのは4回エンチャントされているってことなんですね。でこの回数が多ければ多いほど、このアビリティの発動確率がどんどん上がっていきます。はい、今のこれアクセサリーってことなんですよ。このアクセサリーにも実はアビリティがついてるものが、はい、こうエンチャントが、はい、もうこうプリエンチャントされてるんですね。はいはい、でこのフォローアタックとかリベンジ、ペアリベンジとかっていうのは、はい、通常のルーンが存在していなくて、はいはい、このアクセサリーを装備することでだけ発動できる特殊なアビリティになってます。へ、これはじゃあ戦闘でその効果をぜひ見てみたいですね。はい、ちょっと見てみましょうか。なんかまたダンジョンの感じが変わりましたね。はい、これは地下アメージャーの地下のさらに最深部の神殿部分に来ました。あ、じゃあ出てくる敵とかもちょっと強くなったり、うん、ちょっと強くなってるはずです。あ、来ました。なんかちょっと強そうなやつが出てきましたね。出てきました。エンチャントは自動発動なので、はい、このコマンド選択のところは今までと全然変わらない。なるほど。あ、回避ましたね。なんか避けましたね。避けました。お、ペアリベンジ。ペアリベンジ。これはですね、仲間が攻撃を受けた時に仕返しをしてくれるっていう。ああ、なるほど。今スナイプの入れましたね。そう、これは敵がこっちに攻撃をしようとステップインしてきた時に、はい、それよりそこを打った瞬間にこうパシュッと。おー、エンクリ攻撃を放つっていうアビリティです。じゃあこういうのつけておくと自分のターンじゃなくても攻撃ができたりとかしちゃうんですね。相手が攻撃を仕掛けてきた時にこっちがそれに対してやったー、楽勝だったね。すごい、がっさり損しましたね。ま、気楽に行こうぜ。かわすって、そう、かわすっていうのはさっきの回避っていうのは後ろに一歩下がるんですけど、かわすはちょっとその場で攻撃を避けることだけ。あー、なるほど。そうするとじゃあ例えばその一歩下がれないとかに、そう、かわすとかわす使えない。あ、なるほど。そうなんですよ。後列にいる子はこれ以上下がれないんで回避は使えないけど、かわすなら使うことができるっていう。それを考慮してこうつけていくっていうのも大事なんですね。エンチャントはその奥が深い感じになってます。やり込めそうな感じで、いいと思います。相当一回だけだからね、ちょっとだけだからね。